作図中の製図工技術図面のコピー製図とは、器具を用いて図面を制作することである。物体等の機能や構築状況を視覚的に伝える作図の作法及び規律。技術図面は産業界で工学のアイデアを伝えるために不可欠である。このため図面を理解しやすくするために、共通のシンボル、パースペクティブ、測定単位、表記法システム、ビジュアルスタイル、 およびページレイアウトを使用する。このような慣習によって、視覚的言語を構成し、図面が明確で理解しやすいことを保証するのに役立つ。技術図面の記号と原則の多くは、国際標準と呼ばれる ISO128 で体系化されている。機能文書の作成における、正確なコミュニケーションの必要性は、技術的描写と視覚芸術の表現的描写とを区別する。 芸術的な図は主観的に解釈され、その意味は複数決定される。このため、技術図面は一つの意図された意味を有すると理解される。製図の描画力は、製図工製図専門家、もしくは作成者による。技術図面を作成する専門の作成者は、製図技術者と呼ばれることもある。製図はものを作るにあたって、 そのものの形を詳細に示すために描かれる。設計者と製作者が異なる場合、製図は設計の意図を伝えるために極めて重要な情報である。そのため、製図する際には、日本産業企画などによって企画化されており、線の種類や描き方に意味が定められている。また、製図といっても建築製図、機械製図、電気製図など様々な種類があり、それぞれに、 企画も異なる。製図を行う際は、製図用の鉛筆、三角定規やコンパス、分度器等が必要であるが、近年はコンピューターを利用した製図も普及している。ものを表す用途に応じて、線の太さ、種類は、使い分けされる。極太線、太線、細線イコール4、2、1太線中線細線仮線ドラフター昔の、技術的製図道具林規格の、 技術図面レタリング用ステンシル基本的な図面作成手順は直角のコーナーと直線の側面を備えた滑らかな表面に用紙を配置する。次に T 定規として知られている滑りストレートエッジを一方の側に設置しテーブル面を横切らせまた紙の表面上を滑らせる。平行線は T 字型の定規を動かし鉛筆や テクニカルペンを T 字型定規に沿って動かすだけで簡単に描くことができる。T 型は設定された平定器や三角定規などの他の道具を保持するために使用。この場合、ドラフターは基地の角度を持つ一つ以上の三角定規をテーブルの端から直角の T 定規に配置し、任意の角度で用紙面上に他の角度の線を引くことができる。 現在の製図用テーブルにはテーブルの両側に固定指示されたドラフトマシンが装備されており大量の紙に収納する。両端が固定されているためエッジに沿って描かれた線は平行が保持されている。さらに作図者は多くの技術描画道具を使用して曲線や円を描画する。こうした道具の第一は単純な円弧を描くために使用されるコンパスと 曲線を描くためのフランス式曲線定規でスプラインを描く自在定規は手動で最も曲線に曲げることができるゴム被覆された多関節金属である。ドラフティングテンプレートは作図者が毎回同型をゼロから再現することなく図面内に反復オブジェクトを作成するのを支援する。これは一般的なシンボルを使用する場合に特に便利であり、 例えば舞台芸術の設計図ならば照明デザイナーは照明器具シンボルのユズイット標準ライブラリーから複数の位置にわたる共通の重機の位置を示す必要があるからである。テンプレートは通常特定の描画目的に合わせてカスタマイズされた多数のベンダーによって商業的な販売提供がなされていることもあるが作図者が独自のテンプレートを作成することも珍しくない。 基本的な製図システムは、しっかりしたテーブルと道具の位置づけに常に注意が必要である。一般的な後に、て三角定規が T 定規の頂点をわずかに押し下げ、すべての角度がダメとなることなどである。ある時点で2つの斜めの線を描くなどの単純な目的でも T 定規と三角定規の動作が必要であるため、一般的に製図は時間のかかるプロセスになる可能性がある。 こうした問題の解決策は、パンタグラフの応用である、機械式のドラフトマシンの導入であった。かなり早い作図が可能で、こうした機械には角度を変更する機能までも備えられていたため、三角定規の必要性も薄くなった。図形の細部に関して、線、円弧及び円を用紙に描画する手法の習得に、加えて、作図作業は、幾何学、 三角図法及び空間把握の徹底理解を必要とし、作図すべての場面において、高精度の要求、工事の細部への注意が必要である。製図は、プロジェクトの担当エンジニア、建築家、または従業員によって行われることもあるが、通常は熟練した製図工がその作業を行い、常にある程度の需要がある。ありがとうございます。